はい、今回は2級建築施工管理技士の学科試験平成22年の問1番について解説していきたいと思います。外壁の室内側の表面の、結露を防止する対策として最も不適当なものはどれか。これは問題に入る前に結露の意味を知っておく必要があります。この結露というのは、この建物の暖かい中の空気、そして、外の冷たい空気を分ける必要があります。この暖かい空気と冷たい空気というのは全く別物です。この別物同士を近づける、もしくはざくっと言うと合体させると水滴になります。この水滴になることを結露と言います。この結露が起こることによって、木とかを腐らせてしまったり、水滴がたくさん、できてしまって雨漏れの原因とかになってしまいます。なのでこの防止をする対策としての問題です。1番、壁の表面に近い空気を流動させる。これはですね、流動させるということなので、常に空気を新しく新鮮にするということです。新鮮にしなければ、部屋の中にある、空気ですね、水蒸気の量が多くなってしまうので、空気を常に変えることは得策だということなので、この1番は合っているということになります。そして2番、壁体の熱貫流率を大きくする。この熱貫流率というのは、熱が物体を貫く値のことを言います。この熱が物体を貫く力ですね。この力が大きいほど断熱性能が低いということになります。要は壁とかがあってそれを貫いていってしまうので、もしこれが貫くことになると、室内の空気が外に近づいてしまうということになります。これが近づくとどうなるかというと、ほぼ合体に近いので、水滴になってしまいます。なので熱貫流率を大きくすると水滴ができやすくなってしまうので、これは小さくするが合っております。なのでこの2番は×です。そして3番、熱橋ヒートブリッジとなる部分には断熱材を施す。これはですね、このヒートブリッジという言葉を知っておかなければいけません。このヒートブリッジというのは建物の中で熱の逃げやすい場所を指します。部屋の隅部、可動の部分ですねを、ヒートブリッジと言います。この壁があってですね、この際の部分、ここにたくさん断熱材を持ってくるんですけども、この隙間だけ、断熱材を持ってこれないこととかがあるので、ここに、断熱材を施すことというのはヒートブリッジとなる部分に、対策となるので、これは、3番は得策でありますので3番は丸です。そして4番、室内より絶対湿度の低い外気との換気を行う。この絶対湿度というのは室内の中に含まれる水蒸気の量です。この水蒸気の量が多くなってしまうと、結露しやすくなってしまうので、この絶対湿度の低い外気との換気をたくさん行うことによって結露防止対策となるので、この4番も得策です。以上のことからこの2番が間違っているので、この2番が正解になります。